ヘルニアコーク物語富田です。それとバッチボール日本代表の翔太です。セリです。タクミです。お願いします。さあ、なんと今日はドッジボール日本代表の方々に来てもらってますよ。すげー。すげー。やばい、日本代表ってあそこでしょ。ねえ、すごい。これがそのヘルコクワールド。動画では見てましたけど、失礼しちゃってます。いや、あそこだよね。違う。日本代表は神様ってこと。そう。ミッキーミッキーちゃん。はい、今回やってる企画、ドッジボール日本代表にバレーどっちで 対決したらどっちが勝つの？バレードッチっていうのがあるんですけど、本来ですね、あのドッジボールのルールだと弾いて取るっていう行為が禁止じゃないですか。あ、そうかそうか。リーガルキャッチっていう。わあ、よく知ってますね。はい、今回僕たちの方はリーガルキャッチ OK させてもらいます。で、外に飛んでったボールでも仲間がキャッチすればセーフ。はいはいはい。ただし、はい、そのボールは入ってます。そして、自分味方からのパス、スパイクってことです。今回は多分普通にそれでやっても勝てないので、いつものルールに追加させてもらいます。はい。僕たちがネットを踏まないでジャンプして越えてった場合、相手のコートでスパイク打っても OK です。はい。いいよね。いいよね。あ、でもそれなしでいいです。いや、全然ありです。僕らの実績知ってます？メダル。あ、そうです。よく知ってますね。僕ら2022年のエジプトワールドカップで、見事銅メダルを獲得することができました。すげー。世界大会ですよ。すげー。今年も12月にサウジアラビアでアジア選手権があるので、ぜひ応援してください。応援してください。応援します。慣れてます。ガチ怖い。怖い怖い。あの方が日本最速の方らしいです。何キロ出るんですか？108キロ。こんなスピードで音がするってことだよね。100キロ超えるってことは。ブーン。それ多分。じゃあジャンプボールからいきましょう。はい。で、使うボールはドッジボールじゃなくてバレーボールです。はい。これちょっと不利です。まあ不利っすね。はい、不利ですけど、はい、僕らはさっき言ったとおり日本代表なんで、はい、はい、大丈夫ですね。まあ、さっきなんか余裕ですね。余裕でしたね。はい、あ、余裕なんかきついって言ってましたね。そこ取ってました、ちゃんと。取ってました。取ってないですよ。余裕です。じゃあ、ジャンプボールからお願いします。はい、お願いします。Yeah!
上上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 逃げんだ、ショーカーショーカー抜いてんだ、レシーブしろ、バカ逃げるな、絶対逃げた方が良かったよ、声でかすぎお尻で。じゃあ右の太ももで。
体全部体全部マチコンお願いします。避けたかと思った。ね。あれ？普通にドッジボールで終わっちゃうし。あ、元買いが買います。Ah!
汚いね、すごかった今ね、見た。真剣な時に顔見て笑ってる。最低。俺たちいい勝負してたのかな。